どうも皆さんこんばんは。さあ11月の7日でございます。11月入りましたね。いやいやいや、もう秋も終わりかけというかね、まもなく冬というところになっておりますけれども、皆様いかがお過ごしでございましょうか。ぜひこちらのラジオにも耳を傾けていただければと思いますので、今夜も景気づけに参りましょう。こんなカナダグースは嫌だ。よく見たらインド大陸。T-Lizeの会議室スタートです。さあ、改めましてこんばんは。 T-Lizeの会議室でございます。この番組は仙台で唯一のお笑い事務所 T-Lizeのご多幸とご発展を記念すべく、事務所の一室からひっそりとお届けするバラエティ番組となっております。お相手は自称 T-Liz構成作家関亮太と、アシスタントはいつものこいつ、愛坂チャンネルです。よろしくお願いいたします。さあ、ということで、まああなたにとって仙台の冬なんかもちゃんちゃらおかしいもんでしょう。ちゃんちゃらですね。僕が言うのもあるんですけど、ちゃんちゃらですか。ちゃんちゃらではあるんですけど、あの家がやっぱ北海道、地元の家はやっぱその冬への耐性がちゃんとしてるんですけど、そうか、言うもんね。はい、もう冬用に作ってるんで、確かに夏が暑いぐらいの、そうかそうか、はい、感じで作ってるんで、あの今の家が冬に耐えるかってちょっとわかんないです。そうか、上回る可能性もある。隙間風がとんでもない可能性。そうね、それはちょっと怖いですね。北海道なんかやっぱそのね、地下道なんかも発展してますから、はい、地上歩かなくてもね、移動ができるみたいな、まあ、札幌であれば、ね、そっか、ね、えちゃない、えちゃないですよ。そっか、地下はないですね。風雪吹き荒れる中を。そうですよ、命がけで学校に行くんでしょ。もう歩道は全て雪ですから。車道を歩かざるを得ない。何も見えないよ。何も見えない。一冬コンクリート見えないですから。4ヶ月ぐらい、まあ、そうか、久しぶりってなりますし。あ、コンクリ久しぶり。とんでもないですから。そうっすよね、はい。まあなるほどね。まあまあ本当にね、あの風とか引きやすいですからね、はい、そこだけ十分気をつけていただければと思いますけど、うん、今週のゲストは先週に引き続きでございます。自己紹介どうぞ。愛蔵和也です。え、愛蔵和也です。そして久しぶりにお耳にかかります。これからがね。何もう何、めちゃくちゃだな。これからですよ、これから。これからの、これからだ、これからの。おお、どうした。いや、そう言われたらやりますから。どうしたって言われる。やるんだ。やります、やります。そうか、そうやってきますよ。まあ2週目ですよ、はい、先週も出ていただきましたけど、はい、ちょっと先週軽くね、うん、こんな感じの放送にしようぜっていうことで言ってたんですけども、近予告があって。本当にやります。やりますよ、それ。あれやるんですか。だってね、みんなそれを期待して今日は聞いてるわけですから。確かに。どういうことなのと、はいはいはい、一体どういうことなんですか、相田和也と。問い詰めることではない。まあ平たく言うと、はい、まあそのちょっと相沢君の方が、はい、まああのチェリーボーイという。まあまあまあ、そうなんですよ。26、27です。7の、いや、まあいいんですよ、それ自体は、うん、別にね、いいです、いいです。まあ別にそれをどうこうってわけじゃないですけども、はい、ただやっぱ芸人たるもの、はいはいはい、やっぱその芸人に限らず、まあ役者さんとか、はい、まあ、ミュージシャンそうですけども、うん、やっぱこの、まあ、女を知らないというか、そうですね、やっぱ芸に色気も出ませんし、そうですね、例えばそういう男女のそういうトークとか、ね、ネタとかさ、はい、まあ、それ普通俺ネタでも恋愛ネタとかやってももうちょっと説得力がね、はい、出てこないんじゃないかっていうのもあるから、やっぱこれはいかんともしがたいっていうか、なんとかしといていけないと。いやー、そうですね、やっぱこうセンスもあるし、あ、確かに、頭もいいし、はい、やる気もあるし、はい、やっぱそこラジオとかやってもすごいやっぱり頼りになる存在ですよ。そうですね。ただ童貞は、ただね、だいぶ積み上げたよ俺、そこなんだ、だいぶ頑張ったよ今。そこだけなんだよ。もったいない、もったいない、もったいない。うちの社長も全然言ってますよ、やっぱり、はい、やっぱ女をね、こう、まあこう物言いできないというか、はい、うん、で男はね、はい、芸人やってもやっぱダメだと、そう、あ、楽しませられないというか、あ、それそうです、やっぱその、ね、女性をやっぱりこう落として、はい、持っていくわけじゃないですか。そうですね、それができないと、やっぱこうネタとかでお客さんを笑わせてこっちに持ってくるっていう作業がね、はい、そうそうそう、確かにそうですね、うん、なのでちょっと今日はその辺をちょっと会議しようと、会議しよう、会議しよう、はい、今年のうちに、今年のうちに2ヶ月くらいですけど、はい、まあ、相沢和也に、まあ、はい、まあ完璧な卒業とはやらなくても、はい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 、まあそれっぽいお店とかあるじゃないですか。ありますね、はい、まあ、まあそこは行かなくてもっていう、はい、いや、それちょっと女性とそういうこうセクシャルな、セクシャルな、まず経験をしてもらわないといけないということで、まあ、それをどうするかというのを、はい、T-Lizeの会議室ですから、
そうですね、芸人のこの未来はかかってますよ、うん、ある意味一番未来の一番もう俺1位なんで、もう趣旨に合った、相方での童貞スペシャル趣旨に合ってる、何なんですか俺、まあ、みんな考えていこうと、はい、ああいうところでございますので、ちょっと今回真剣です、真剣ですよ、ほんと笑い抜きでマジで気扱いですからガチ会ちょっと聞いてる方はね、あれちょっとなんか今回あまり笑いがないなみたいなこともあるかもしれない、うん、そこはご了承いただきたい、本当ですね、これ真剣なんです、まあ、そうですね、これほど真剣なことない、本気ですから、本気で、まあ僕の未来もかかってます、うん、そうですね、うん、はい、なのでちょっとここはやっぱりまあ経験者3人で、そうですね、なんとか、はい、なんとかね、なんとか愛着を男にしようと、男にしましょう、覚悟はできてますか、覚悟、あーもうやりましょう、はい、なんか腹くくりますわ、はい、この後のあの番組とかも全部なんとか潰して潰してもライナーさんのコーナーとかもしかしもうそれが一番ですからね、なんならもう、ね、ティレーズの、あのラジオ線に乗っ取って乗っ取って次の番組次の番組もいっちゃうやってく勢いでね、勢いで本当いきましょうよ、お届けできればと思いますので、皆さんぜひお付き合いいただければ、皆さんもぜひ考えてください、あー、じゃあハッシュタグでリスナーの皆さんもどんどんと DTS としましょう、あ、DTS DTS 童貞卒業 DTS なのでね、童貞今日はいつも違うかもしれませんけど、はい、頑張っていきましょう、真剣です、はい、よろしくお願いします、はい、ティーライズの会議室10時28分までよろしくお付き合いください、さあお届けしているのはティーライズの会議室でございます、お相手は私関亮太とアシスタントはこの方前坂チャンネルです、はい、そして相澤和也です、そしてこれからライダーです、はい、もう本当にそういうなんかどうもとかないんじゃないですか、真剣な会議で書いてるから、そんなちょけてらんないですから、政治経済扱ってるみたいな、うん、本当もうテレビタックルぐらいの感じでねもうそうっすね、うん、そんなはっちゃってる場合じゃない、いやそんな場合じゃない、そうだ、本当にね、なんだ今日マスク取った方がいいんじゃないですか、いやいやそれはダメですけど一番ちょけてるあんなのちょけてるに入れないでよマスクかぶるちょけてるまあそういうことで、はい、まあどうしましょうっていうか、うん、どうです本人的にはいやそんな別にいいんですよとか、うん、あればね僕らは無理とは言ってそうそう、本人の気持ちは全然聞かないと、まあ、でも正直なところやっぱそこからちょっと逃げてる部分はあったかなっていうのがあって、一回ちょっとなんかその自分のまあ童貞っていうのを、うん、まあ、ちょっとネタに入れてみようみたいな感じで一回作ったんですよ、うん、その童貞のネタを、はいはい、だから童貞っていうのがなんかなんで女性に嫌われるかみたいな漫談にしてやったんですけど、うん、序盤受けたんですよ、うん、ただやっぱどうしてもこうだんだん右肩下がり受けなくなってかわいそうは勝っちゃうっていう、あそうですね、うん、それを振り切れるほどのやっぱり覚悟もないというか、うん、やっぱりどっか未練がやっぱある、うん、まあそこもあるかもしんないですね、うん、これはやっぱり、うん、なんとかしてあげないといけないんですよ、うん、我々が、うん、そうですね、うん、どうしましょうね、まあそのいきなりね、うん、もう11月12月じゃないですから、はい、いやこっからじゃあ出会いを作って、まあ、うん、まあ、まあでもベストはそこ、まあそうなんですけど、 それが一番いい、まあまあ、目標を決めていきましょう、目標ね、目標はやっぱりその年内、まあ、年内最初にやっぱその、まあ、彼女というか、あそうですね、愛する人をやっぱこう抱きしめてあげるというのは、やっぱそれはただちょっと時間的に今年っていうのは、まあ、結構きついかもしれない、いやいや運命なんて分かりませんからね、あ本当にそうか、出会ったその日に恋の花咲く時もあるってやつ、4秒で合体4秒で合体、そっちじゃない、そっちじゃないあそれじゃな ゃないタイトルの方じゃないメーカーもじゃなくてメーカーもじゃないあそうっすか、あどうですかね、そこはまあそうしたいけどな、だその黒ギャルとの合コンは何ですかその話、何ですかその黒ギャルとの合コン、しました、黒ギャルとの合コン、だからですね、まあ芸人仲間の関正義っていうのがありまして、ですね、まあそいつも、まあ、僕と同じく童貞で、はいはい、まあ、若干年長者というか感じなんですけど、はいはい、まあ、イーナイライブのスタッフで、まあ、かなこさん、はい、元フロームズっていう、女性いるんですけど、はい、その方から、はい、いや、正義ちゃんちょっとね、出会いがないんだったら、なんか黒ギャル、私の知り合いで黒ギャル集めて合コン開くけどどうみたいな一番、まあ、一番逆の方向で僕らまあでもちょっとそれは冗談半分みたいな感じで、あセミちゃんもいやーみたいな感じで言おしたんですよ、でこの話を芸人の飲み会でしたら、うんうん、いやちょっと正義さん
それやった方がいいですよ、ね、他の芸人とかも行った方がいい、行った方がいい、やって絶対やってくださいよみたいな、でそのもうノリ、その場のノリですよ、完全にもうかなこさんに電話して、うん、ちょっとこの話ってどうなりましたみたいな、うん、もしそれできるんだったらちょっとそのセッティングしてもらえませんか、うん、そうですよ、あじゃあちょっとやりましょうみたいな感じで、でなんか進みかけたんですけど、ただそのほとんどかなこさんがもうめちゃめちゃ忙しいらしくて、うん、合コンどころじゃねえと、そうか全然セッティングができない、そこはなんとかしたい、頼み方がよくなかったじゃん、まずあの、うん、飲みの場で言っただけでしょ、だって自分たちは飲んでてその流れで言ってるから、確かに、まあ、確かに一回シラフでそうもうお願いしないけど、カシオリ持ってきたよスーツで、スーツでそう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 、なんかそしたらやっぱり会社大変だけどもこっちにちょっと時間割いてやるかって、そこまで情熱を傾けてもらえるくらいの、はい、熱意を見せなきゃ、合コンのメンバーみんな集まって、そうそうこのメンバーで行きます、清掃清掃でスーツで、ね、まあ、会いに行けないんだったらまあまあみんなで並んでスーツ着て、正座して動画で、ツイッターに上げればいいんだよ、うん、みんなも見るから、確かに、そしたらやらざるを得ない、やらざるを得ない、あ実現せざるを得ない俺も行きたいもん何か起こりそうだよ、絶対面白いよ、いや絶対面白い、何か起こるでしょ、黒ギャル、黒ギャル、黒ギャルって接点ないもんな、集まってる複数人数絶滅していなかったってそうだ、そういうとこやっぱねグイグイ言ってほしい、そうそうそう、ね、恥ずかしがっちゃダメだよ、うん、だからそのまあ皆さんは、はい、まあ、言ったらその童貞ではないわけじゃん、お疲れ様で、どういうそのプロセスでこう卒業していったのかっていう、ああ確かに卒業過程ね、そうなんです、まあ、普通にまあだから普通になんかそう付き合って、あーそう普通じゃない、あ出たそうそう、おね普通じゃない、そうそう、あもう普通、童貞からしたら付き合うってことがもう普通じゃない、異常者ですから童貞からしたら、そっちが入って童貞から異常者ですからね、付き合うっていうのはね、スモークスマン、あれライダーは違うでしょ、いや違うな、それは違うんですよ、ライダーさんはどうだったんですか、じゃあえ、俺の話からいいの？いいですよ。じゃあ聞きましょう。俺ちゃんと話して普通ですもん。だから普通で片付けるから何の勉強にならないか話をしてるんです。確かにそうだ。そこが分かんない。そうかそうか。それで言ったら俺はもう最初から普通じゃないから、俺の参考にならない。最初は何？最初は、童貞の話になると、うん、もう絶対俺は欠かせない人が一人いて、はい、まあ、それ長の加藤師匠なんです。はいはいはい、はい、あの加藤師匠よりは早く俺は卒業したいなって思ってたんですけども、はい、なんか計算したらちょっとね、はい、加藤師匠よりも遅い時期に終わなっちゃったんですけど、はい、でそれを目指してたんですね、はいはいはい、気持ちの中にずっとあったわけなんですけども、ある日、うん、友達が急にソープ行くべっていう話になって、あ、はいはい、え、お、うん、うん、いいよっつってちょっと強がって、なるほどね、でなんか向こうはもうお前も行ったことあんだろうぐらいの感じで言ってるからね、もうあれ、まあそれ俺に行ったことないの知ってたんですけど、あそう、いや行こう行こう、そんな難しいもんじゃないから行こうよっつってファって行ったのが一番最初ですね、そこで、そこで本当にソープに行ったわけですよ、はい、でまあまあちょっとねお金もないとこでしたんで、はい、休めのところ行ったらそれこそ母親と近いぐらいの年齢のおばちゃんって言うとちょっと申し訳ないですけど、まあまあまあ、お姉さんマダムマダムが、そうです、あの百戦錬磨の、はいはい、酸いも甘いも、ね、まあ、知ってるっていう、それこそもうテクニックで生きてきた、はい、あのプロに、はい、ちょっといろいろ指南いただいたっていうのが最初ですね、最初、なるほど、はい、だから風土ってそれがあるじゃないですか、いやいやそれは下調べよやっぱり、うん、そこきっかけでいいと思うんだ、俺その話いろんな人にしたら、うん、お前最初のそれはなもう10万ぐらいかけていいとこ行かなきゃいけないんだよってめちゃめちゃいろんな人から怒られて、初手はね、うん、それはあるかもしれない、でもだから、はい、そういう卒業の仕方でもいいと思うんですよ僕、そうそう、結構だからそれから、うん、女性に対してそうなんかそうでしょ、絶対そうでしょ、勢いづいたっていうか ある程度の心のわだかまりみたいなのが薄くなって、そうそう、わかる、うん、だからその、うん、女性慣れをしないと、はい、荒領事みたいなね、あーそうそうそう、あーもう全てを取り越したところ、そう、マスヨないぞってそう一回それ経験したら俺一回麻酔なしでやったしなって確かに経験したから女性に対してもちょっとこうなんつうんですかね、
余裕が余裕ができるというか、あー、そういうそうなるとやっぱライブのお客様女性も多いですから、うん、そういうところで対するネタもそういけるんじゃないかっていう、そうですね、そこですね、ちょっとそこをちょっとはい、考えましょう。それもいいんじゃないかっていう。そうですね。どういう店に行ったのか。だから年内っていう目標であれば、うん、最終的にダメだったら12月31日に10万持ってソープ行くっていう。かっこいい。それをそれはもう動画にしましょう。動画にしましょう。みたいなね。もうみそかソープ。そかソープ。ちょっとそこちょっと一つ見つかったんで道筋が。道筋が。一回曲を挟んで、はい、一回整理して、はい、この後一応。これから言ったらコーナー待ったんですけど、それなし熱い今日の会議熱い、もう今日はもうそういうことじゃないんでね、はい、じゃあ曲いってくれ、お願いします。はい、眉村千秋さんでゴミ女が書いた歌。あー、いいね。前坂チャンネルです。相澤和也です。これから相澤です。はい、もうそんなコーナーとかないんで、もうそんなそうかな、はい、そうだ、ナイスナイス、そのコールがないから、ナイスナイス、もうそんなナイス、もうそんなナイス、そうだ、俺のやりたいこと、俺のやりたいこととかじゃない、まあ、もうだって、まあ、やりたいことは、勝手に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 、もう言うまでもないです、やるかやるかやるかやるててーですやるててー、笑ってる場合じゃないです、本当ですかね、真剣な話じゃないですね。うん、だから、ちょっと出ましたけど、そういう、まあ、プロの方に、はい、ちょっとご指導いただくという。ご指導いただく。これでも、これ、それがね、恥ずかしいことではないと思うんだ。うん、僕は。っていうのも、僕が言うのも変ですけど。でも、それはすごくわかります。うん、まあ、それは普通の人から見た普通目線ですからね。そうそうそう。普通じゃない側に立った人間からしたら、普通になりたいんだもんね。そうね、普通になりたい。俺たちは妖怪人間。早く人間になりたいんだもん。だから、それ、そういう気持ち。行きましょうよ。いやもう行くしかないですかね。まずだから合コンを行こうよ、合コン。じゃあ一回、じゃあ、まあ黒ギャルとの合コンを挟んで、合コン、合コンをね、そこでまあ、ね、成果が出なかったらもう多分厳しいと思うんで、そこでのノルマを課しましょう。じゃあ黒ギャル合コンで、黒ギャル合コン実現すら絶対な課題、絶対な課題で、今年中に、今年中に。で、黒ギャル全員と、うん、まあ、連絡先を交換する。これはまあ、まあ、まあ、うん、その中で、誰か、その中で、また別の飲みまで行くっていうのが、わ、結構、あ、そこに、はい、そこがさ、はい、難しいんじゃない？ここ重要ですよ。そこは難しくないよ。行けるよ。気持ちだよ。いやいや、まるでないな、根性論。いや、俺が大体振られる中の流れは合コン行きま…あ、でも合コン一発目でやられた時もあるな。大体割合的には合コン行って次の飲みまでは行ける、うん、確率的に。まあまあそうっすね、うん、次の飲みっていうか、なんかそう、なんかね、会うことはある、ある、その中のこと。あ、そうで、すごい多分その時にこう見定められてるんでしょうね。あー、確かに。あ、こんなもんかで捨てられることが多いけど、だからそこをうまく乗り越えれば、逆に言ったらどんどん進んでいける。え、それはそれはそのソープ行く前ですか？あ、それソープ行ってからですね。だからそこなんですよ。俺の場合はそこなんですよ。だからその経験がないと、だから そこに行くエネルギーが多分、あー、確かに、そういうことか。って俺は思うんですよね。でももうあれだよ、その最初にプロ行っちゃったら、素人童貞っていう肩書がついちゃう。新しい肩書が進化するから、免許取るとき原付免許取ったみたいな、原付のみ最初に取っちゃったみたいなやつがついちゃうから、いきなり普通免許行きたいでしょ。普通にマニュアル行きたいじゃん。普通免許、いやっぱり、あー、でもな、難しいと思うんだよな。でも俺の場合はその機会がなかったんでね、機会をつかみに行こうってしてなかったんで、そうなったわけでしょ。それ例えばもっと若ければよ、はい、まあ、大学生とかだったら、お互いに、はい、そういう経験もない者同士とかの付き合い、まあ俺とかそうでしたけど、はい、だったらなんか分かるけど、まあまあまあ、もう26、27になってくる、まあ、黒ギャラが長さか知らねえけど、あまあ、かなこちゃんと間違えたら20超えてるでしょ、20、まあ、ぐらいですかね。そう、でそうなってくると、まあ、それの経験もしてるでしょうし、逆にだから黒ギャルだからこそも指導してもらうみたいな。いや、黒ギャルの偏見が、すごい、やっぱりすごい、それは
黒毛だもん。いや、わかんないです。我々は黒毛で夢を持ってるだけだから。黒毛だもんって。もう、いや、進行しすぎでしょ。黒毛の教としてはね。黒毛だもんも。黒毛だもん。だって恋愛に優しいよ、やっぱり。そうか、そうか。いやまあそれは理想だね、うん、だ最悪それが叶わないときはそのまあ大晦日、大晦日ですね、もう紅白そっちのけで、あそうですそうです、みんなで先行です、みんなで迎えに行きましょうだから、うん、みんなで岩井沢くんち迎えに行行くぞっやっぱり出してね10万持っとかっつって、うん、そうしましょう、ライダーさんの車に乗って送迎車、送迎車、送迎車が行きますよ、いやでもでも本当にちょっと今年中に、うん、それがきっかけで相沢くん変わったなって、うん、なるかもしれないよね、うん、そうですね、人は違うなっていう、人は違うぞっていうのが、うんうん、やっぱり客との接することも多いじゃないですか、そのまあコミュニケーションで、ね、いきなり言ったら、はいはい、終わった後にまあどうだってお客さんとミーティングさん、ミーティングあって、うん、その時の距離感がやっぱりね、そうそうそう、もうあと半歩近づくだけでやっぱり、あ、相沢くん面白いなって感じる距離がね、あと変わっちゃう、相沢さんちょっと素敵とか言ってね、うん、また見に行こうみたいな、うん、男の色気じゃないですかね、そうそう、そっちでも、あいいな、応援したいなって思わせる、いや大事ですよ、それは、うん、確かにな、いや楽しみだな、これ、うん、見に行こう見に行こうどういうことですかベストは10万持たないことか、ベストや、ね、最悪、うん、最悪、ね、それは最悪の場合、これはもう出しますから、TRI で、事務所が、はい、出します、投資事務所負担だったら行くしかない、投資だから絶対売れよ絶対売れよ、そうだよ、そんな事務所ですよ、神事務所だよ、絶対テレビで出るまで頑張る、社長も言ってますから、やっぱ相沢和也の棚のそこだって、うん、だからそれをやっぱりこうね、やっぱそこは事務所を上げての課題ですからそこまでやってくれるんだったら行かないわけにいかないいや楽しみだな、楽しみです、まあじゃあとりあえず、まあ、今年の流れとしては、まあ、その黒ギャル合コンを、そうですね、実現させる、実現させる、そこで、まあ、ワンチャン狙うと、ワンチャン狙う、で、まあ、それが、まあ、叶わなかった場合は、はい、もう大晦日に10万持ってね、10万持って、ね、一番いいところに、ね、一番いいところに、宮城も飛び出しますもう、そうですね、もう本場東京もう行きますよ、行きます新宿とか吉原とか行って、うん、行って、うわ最高のおもてなしを、おもてなしを受けて、うんうん、そのタイミングでこう年を越すわけジョヤの鐘の店舗でこう増えていく美しいやりましょう、それは107回しかジョヤは、ね、鳴らせないわけだよ、だからそれはね一つ残るんで、ボンドがねステルなボンドがうまいこと言ったいい締め方いい締め方絶対持ってないパターンだよピンと来てなかったからね、誰もね、今ね言われなきゃ分かんないあ、そういうことなんだったなじゃあ今年のちょっと T ライズの会議室ひいてはもう T ライズ事務所の、はい、もう課題、課題です、ね、最優先事項として、うん、それはピックアップして、うん、そうですね、申し訳ないけども、ただ、うん、これで一つ相沢くんが一皮向けてね、うんうん、また面白くなればいいなっていうのがありますんでね、うん、皆さんもぜひ応援していただければと思いますので、はい、今日は夜市あるあるもありません、はい、うん、もうしょうがないですいいんすか、しょうがないですよ、これは今日は TT スペシャルですから、夜市の PR なんかしてる場合じゃないか、あれですね、事務所を挙げてですから、ね、帰りたいと飾った方がいいですよあと何日受験までみたいな、受験まで塾とか貼ってるやつね日付だけ毎回変えるそうそうそう、やりましょう、そうですね、はい、皆さんから熱いメッセージ待ってますね、はい、分かりました、はい、この後エンディングでーす、さあということでエンディングでございますけれども、いや本当になんかこういい回だったね、そうですね、熱かった、熱量がすごかったな、すごい、皆さん僕のことそんなに思ってくれたんですかまあそうね、うん、まあ7割ぐらいはちょっと面白さみたいな笑い抜きつくじゃないか騙されたまあじゃあ最初でも正直ちょっと面白い半分で始めたけど、うん、後半に行くにつれてだんだんね本当に熱くなってきた、そう、皆さんの熱がどんどん高まっていく、うん、やっぱり同じ男としてね、うん、あそう、僕らもそういう時期があったんですよね、やっぱりありますからね、で周りの友達とかもう済ませて、うん、でもちょっと僕だけみたいな、うん、経験もあるのでやっぱり、はい、そういうやっぱり思いをさ払拭した時にね、そうですね、うん、やっぱり変わると思うんだよな、晴れ晴れしさがありましたからね、うん、なんかそれでこう変わる変わらないって話もあれですけども、
面白い。そうですね、僕の、うん、ターニングポイントになればいいなと思ってるんで、ね、うんうん、いやー本当に、うん、ライダーズに便乗して俺も行こうみたいな。いや行きますよそれは。え、行くんかい。事務所出さないですよ。俺の方出さないの。慈悲でしょ。なんださすがに、うん、まあしょうがない。慈悲でも行くんだ。慈悲でも行く気はあるアイザック一人で行かせるもんね、心配なんでね。まあ、ビギナーですからね。確かに確かに指南役がやっぱりないと。そうか、まあ一つこれでね、あのちょっとずつこうやって解消しましょう、はい、ティーライズのやっぱお金もいるでしょうから。そうですね、うん、次は来年はあいつ、あいつ、うん、その次はあいつ、あいつっていうやっていかないとやっぱりね。え、なんかそういう童貞を卒業させる救済措置、としてね、やっていきたいと思うんで、はい、まあちょっと本当に、まあ、悪ふざけ買ってたかもしれないですけども、はい、これ一つね、うん、天気として、ね、そうですね、はい、こうしてもらいましょう、はい、年内そうですね、皆さんからの応援メッセージ待ってますので皆さんご協力お願いします。熱いメールめっちゃ来たらどうしよう。全部読みますよ全部、ね、10通来たぞ。2週連続で相沢和也君とこれからでありがとうございました。ありがとうございました。来週もまた聞いてね、バイバイ。あっという間の30分じゃない。いや足りないね。足りない。足りないね。スターがまた30分あるかもしれない。2週ぶち抜きでいけましたね。いけるかと思ったけど、僕も正直その風俗系っていうのも全然詳しくなくて、はい、いろいろあるじゃないですか。そうですね、いろ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 、まあ分かりやすいのはソープ、ソープ、デリヘル、デリヘル、デリヘルっつうのはあれはデリバリーヘルスは女の子が来るんですか。来るんですね。あ、呼ぶ家とか、家とかホテルに、ホテルに、ホテル自分で撮るんですか。ホテル自分で撮るんですよ。ホテル自分で、だからさ、たちまちとかだと提携してるホテルがあるんで1000円割引とか。それは逆、最初にどうですか、最初にホテル取んなきゃいけないですか。いや、どっちでも大丈夫ですよ。なんかだから最初にお店に電話してあのお願いしたいんですけどって、うん、ホテルどっちですか、まだホテルだ、まだなんでっつったら、うん、あ、どこどこだとあの安くしてもらえますとかっていう話になってしますね。あ、まあ、まあ、でも好きなところに入って、好きなホテルに入って、へぇ、まあ、女の子お願いしてるんですか。休憩時間、何時間、4時間とか5時間でしたっけ、ラブホテルって。2時間からじゃないですか、休憩は。2時間で。え、それじゃあまずラブホテルに行くじゃないですか、これからだろ。はい。これからで行きますよ、ね、パスカルしてきますよね。はい。で、ちょっと来るんでっつって。はい、だって一人で行くつ、受け付け。あ、一人で行って、はい、あ、部屋お願いしますって、大丈夫です。向こうもじゃあ、刺すのかな。あ、刺します、刺します。あ、はいはいはい、みたいな。あやさんね、と思ってて。いつも。保護室で、つって、はい、目先待ってて、はい、で来るんだ、来て、トントンって来て。はい、誰が来たんだっつって見て、はあ、じゃあそのホテル代も出さなきゃいけないでしょ。ホテル代も出さなきゃいけない。結構かかるっすね。じゃあ結構かかりますよ。だからへえ、まあホテルでも昼のだからその休憩だと3000円とか4000円とか。あ、そうなんだ。2時間で、うん、それぐらいなんで、なんで、まあそのあの上に払うお金と、はい、やっぱ2万はいかなくても、なかなかいかないっすね。だから5、6千円。いやいや、そんなにもいかないっす。そんなにいかないんだ。まあコースがあるんでしょうけど、はい、大体1万以内で収まります、ね。あ、そうなの、ね。ちょっとだから1万、そのホテルデリヘルだって1万5、6千だから2万あればまあまあ間に合うっていう感じですかね。あ、そうなんだ。ただその中でいろいろ、そうあくまで、うん、デリヘルは、うん、あの本番行為は禁止なんです。もちろんもちろん。うん、そらね。ソープはまあまあ。まあ、なんていうか暗黙の領域。まあそうですね、グレーゾーンですけど、グレーゾーン、あくまで、あれはお風呂ですか、そこ、うん、お風呂に入ったら女性がいて、女性がいて、まあまあ恋の人だって。そう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 、何の問題だ、そういう設定なんで、うん、ああ、ね、あ、そうなんだ、うん、え、で、そう、でもな、でもデリヘルだと卒業にはなんじゃないですか。なんないですよ。まあ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 、その性体験はしたという、はいはい、それでもいいのかな。いや、まあまあまあ、どこから童貞卒業って言うのかですよね。いや、やっぱそれはやっぱそうでしょ。そうなんですか。いや、やっぱそうじゃないですか、うん、なんか、うん、ですよ、ね、最後まで、まあまあまあですよね、うん、最後まで最後までだったら、まあソープっていうワードの方がまあね、あ、許されるというか。そうですよね、うん、ね、そうなんだ。他にもなんかいろいろあるんでしょ、風俗って。まあその下だ、その下ってそれよりお手頃になるとピンサロっていう。それあれ何なんですか、あれは。ピンクサロン。いや、だから何するんですか。まあまあだから飲み屋っていうか、
まず飲み屋なんですね。まず飲み屋。飲み屋なんですよ。設定がね。設定が飲み屋なんです。でソファーで女の子がついて、はい、まあまあ。イチャつく。イチャつくってことですね。イチャつく。それはどこまでできるんですかそれは。それも同じぐらいですよ。本番抜き、ま、抜きでみたいな感じです。本番抜きで抜くってことですね。はい。そうですね。ややこしいな。あ、そう、そっちの方が安心だななんか。まあ、ただメンテナンスというかそのリスクは若干あったりしますよね。その、どういうこと？こうその子がぐるぐる回るわけで店内を。あ、そうなんだ。その子が店内はまあまあそうですね。そう。うん、あ、個室とかじゃないの？個室じゃないですね。あくまでオープンスペースで、うーわ、そうだから広いとこだと、はい、隣の人とかが全然見える。その何をこう何を何してる何を何をしているのか何をしてるんでしょうか。かって何言って、何すぐ当てられちゃうんですよ。何っていうポイントっつって、うん、あくまで、あくまでフロアの中なんですね。個室じゃなくて。あ、うん、それちょっと違うな。それはもっと、いやでもそこまで行ったらもう恥ずかしくないから。確かに逆にさらけ出した、うん、逆にそれはいろいろやった人が一番、そうですね、コスパが。ああ、いや、じゃあやっぱりでもまあ理想は黒ギャル、黒ギャルと、あ、うん、仲良くなる。だから別にだから目的がやっぱり女の子と仲良くなるが一番の目的だから、彼女作ったら別に童貞卒業しなくてもいいんですよね。ことあ、それは絶対、まあ、いや、それはマスト。でも彼女ができたらやっぱ最終的にはそう、そこまで行きたいければっていう。そうそう、うん、いやでも、まあ、卒業させたいんですよ。今年中に、なんとか3位取らせたいですよ。彼女できたらだいぶねゴールみたいなもんな気がするけどな。逆にじゃあ今11月だろ、11月7日だろ、はいはい、で、はい、じゃあ明日彼女ができたってなった時に、はい、まあ、残り2ヶ月しかないけど、そこでまあまあまあいい年だから別にないのかな。逆にむしろこっからの方が彼女っていう名目の女友達は作りやすいですよね。女の子も一人じゃまずいし、一人じゃまずいって、まあ、そのクリスマスに向けて、ね、控えてますからね、はい、うん、それに、そうですね、その時だけでも彼氏でいられる可能性あるよ。いや、うん、まあまあまあ、プレゼントをあげた途端贅沢は言えないよね。まあ、まあでもそういうのも含めて経験。確かに確かに。そう、21日の早めのクリスマスにプレゼントあげたその次の日から連絡が来なくなるみたいなことはあるかもしれないけれども、うんうん、まあ、それも一つ、そこまでは彼女っていうね、まあ、うん、できたという。そうか、そうだね。で一回それなんかガチ募集したいですね。もうガチ募集、もう相沢さんや、彼女募集や、まあ、彼女募集みたいな、うん、はいはい、早速来ました。お疲れ様です。あ、もうレジェンド、拍手の意味がわからない。いや、お疲れ、ちょっとちょっと、ジュンさん、ちょっとちょっとちょっといいですか。出ないよ、こんな番組で。なんて言うの。違うんですよ。ちょっと今結構いい、本当に真剣にはこう多分ジュンさんが性について語ってる。性について語ってるんで、一番ジュンさんが詳しいやつ。性はジュンさんじゃないですか、やっぱり。どういうことよ。数々の女をね、セックス愛を流れてるの。いや、どこまで話していいのか。収録なんて大丈夫ですけど。いや、違う違う、そういうことじゃなくて、必然的に流れるってことだ。まあ、使わないと思います。そりゃそうだわ。え、使う、使う。じゃあちょっと、お前さん、僕ちょっとそういうのは。ちょっと事務所が出せるって。何でも NG 作っていかないと。何でも OK なんだ。そうっすね。じゃあまずまとまります。とりあえずね、あの彼女作るのはダメです。ダメダメ。あ、作ってもいいけど、もういけと、いけと、最後までいけと、うん、それはちょっと一つ、これが達成であったら本当にもう年代的になんで、本当に、え、まあ、え、それはそうですよ。こんだけ言ってやるぞって言ったのに、本人だけに負担を負わせるんだ。確かに確かに。から、まあ、もう本当にもう引き回しですよ。待って引き回される引き回す。漢字外してもダメだし。2回引き回される可能性もあるし。引き回すんだこの番組。4号線ですか。いや、あれ泉線ですね。おいおいおい。泉線。あの左レーンに言うと勝手に8枚いっちゃうよ。こっちじゃないよって。避難されても関係ない。どこなんだって。左に行けば解放されるんですけど、8枚曲がっちゃうから。そっか曲がっちゃうから。そう、北山丹で経由して桜
か覚えてくれよ。悲劇が終わらない、終わらない。なりますか、うん、それは本当覚悟を持ってみましょう。覚悟持ってみましょう。今日聞いたリスナーの皆さんも、それはもう連帯責任ですから。そうですよ。はい、もう当然です。そうです。皆さんも女を紹介してください。なんか本当に、いや、本当にですよ、これ、はい、うん。本当に真剣なんで、こっちは。メールください。遊びじゃないんです。うん、はい。ガチで。ガチでもうそういうのお願いします。はい、ガチでね、はい、よろしくお願いします。お願いします。頑張ろうぜ。お、頑張りましょう。やります、やります。ありがとうございました。すいません、また来週。